ディズニーランドホテルはアメリカのカリフォルニア州アナハイムにあるディズニーランドリゾート内にある世界で最初に作られた公式のディズニーホテルである。ウォルト・ディズニーはゲストがディズニーランドから帰るゲストのためにホテルを作ったらどうかという疑問から作られた。ディズニーランドホテルは最初に作られたディズニーホテルである。その後もディズニーグランドカリフォルニアンホテルスパや ディズニーパラダイスピアホテルなどと作られた。ウォルト・ディズニー・カンパニーが所有し、ディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツが運営している。オープンしたのは1955年10月5日で、ウォルト・ディズニーとの契約に基づきジャック・ラター社が所有、運営する、モーター員として当時オープンした。当ホテルは公式に、ディズニーの名前を冠した、最初のディズニー・オフィシャルホテルとなり、 当ホテルは1988年にディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツによって買収されるまで何年にもわたっていくつかのリゾート内拡張計画によって改装を行った。当ホテルはディズニーランドリゾートの拡張の一環として1999年に現在の収容人数に縮小された。ホテル前のディズニーランドモノレール世界初。 ディズニーランドホテルとディズニーランドモノレールがホテル内のロビーつながっている。人気アトラクションをモチーフにしたモノレールプールは2つのウォータースライダーで迫力満点の急降下を楽しめる娯楽施設がホテル内に存在する。のんびりと泳ぎを楽しみたい方は E チケット &D チケットプールを利用でき、ゆったりとしたチョイスでくつろいだり、ミッキースパ、 ミニスパのホットタブでの日光浴に入浴ができる。また、プールサイドのカバナを利用できる。ディズニーランドホテル内のゲストルームは、1955年に、ウォルト・ディズニーによって開演した夢と魔法の王国、ディズニーランドの長い歴史に深い敬意を表した、上品さと奇抜さを兼ね備えたものとなっている。ディズニーにちなんだ特製の調度品や眠れる森の美女の、城の光る陶板や、 時代を感じさせない美術品が置いてある。ホテル内には3つのエリアがある。高級レストランからディズニーの夢と魔法をテーマとした満点のレストラン、そしてグーフィーが主人の風変わりなビュッフェダイニングまでディズニーランドホテルでは趣向を凝らした様々なレストランが3軒、バーが1軒存在している。古き良きハリウッドをモチーフにしたステーキや極上のステーキやシーフード、 厳選されたワインが飲める。ハワイ料理を味わえるレストランとなっている。朝食時間には大人気、ディズニーキャラクターのグーフィーがゲストを出迎えてくれる。タイプはビュッフェスタイルのレストランとなっている。独創性あふれるカクテルがあるバーである。ありがとうございます。